今回はお三方に銃、の遊びを取り入れたこれからの住環境異業種による付加価値の創造をテーマにお話しいただきますここからは青柳さんと吉野さんに進行バトンタッチしてトークを進めていただきます青柳さん、吉野さん、よろしくお願いいたしますはい、皆さんこんにちはスノーピークの青柳と申しますよろしくお願いいたします、えー、まずは自己紹介からいきたいと思いますが吉野さん、お願いします <laughs> はい、あ初めまして。皆さんスノーピークの吉野と申します。よろしくお願いします。じゃないですか。はい、はい、さらっと行きましたね。はい、えっ、ー、と今日、あの僕が、えー、お二人の話を色々引き出したいと思います。ファシリテーション役をやらせていただきます。青柳です。よろしくお願いいたします。えー、そして本日のメインゲストでございます、えー、株式会社フォレストコーポレーション代表取締役小澤社長でございます。はいえー、フォレストコーポレーションの社長の小澤と申しますえー、今日は長野県から参りました。よろしくお願いします。 きょうは,い、今日はあの小田社長を迎えて3人で、えー、先ほどの、えー、ちょっとなんていうんでしょうね、高度な話とはちょっと変わるかもしれないですけども、<laughs> <laughs> あの楽しい話をしていきたいなと思っております。えー、早速ではございますけども、小田社長あの、会社のご説明を簡単にお願いしてもよろしいですか、はい、あの当社、フォレストコーポレーションは、えーま、昨年創業60年を迎えた、あのー、住宅会社でございます。 えー、注文住宅の工房新種の家という、まあ、新種の木を使った、えー、注文住宅、そして、えー、賃貸マンション、フレスティングマンション、そして昨年からですねサードオフィスという新しい商品を、えーまあ、開発しまして、えー、そういったような商品で長野県内全域で事業を行っております。はい、次が、えーまあ、当社のあの拠点とか住宅展示はございまして、えー、この 右の方にあるのがですね、若里カリーザは本社ということで、これがスノーピークさんとの出会いで、えー、生まれたものでございます、ね。後でお話します。はい、ありがとうございます。ま <laughs>、えー、後ほどあの詳しく聞きていきたいと思うんですけど、まずあのなぜ、えー、アウトドアメーカーの、えー、スノーピークとフォ、えー、レストコーポレーションさんが今まあ、一緒にお仕事しているかというそこの出会いのところを、えー、聞いていきたいなと思うんですけども、<laughs> お在社長こちらどのような出会いだったか。はい。 じゃあ次お願いします。えー、2015年の11月、今から6年前なんですけども、あの、日経トップリーダーのですね、スノーピークに学ぶファンを作る経営講座というものに私が参加をさせていただきました。えー、日経トップリーダーという雑誌は、あの、中小企業、はい、あるいは中堅企業の経営者が主にご覧になっている雑誌でございまして、実はあの今月号がここにありますけども、 今月号の、えぇ、ー、関東にですね、<laughs> 山井理沙社長の、<laughs> <い>えー、インタビューがデカデカと載っております。あのー、まあ、我々、えー、中小、中堅企業のですね、経営者は非常にやっぱこの雑誌をすごく、あの、愛読しておりまして、えー、その中に、えー、スノーピークに学ぶファンを作る経営講座というものが、えー、6年前に、えー、主催をされました。えー、非常に、 お値段が高くてですね、<laughs> しかもキャンプ付きということなので、私、その頃あんまりキャンプが好きじゃなくて、どうしようかなと、すごく悩んだんですけども、意を決して参加をさせていただいたのが、今から6年前でございます。6年前なんで、ちょうどえとここが 10, 10, 10周年ですよね、なので、6年、4年、4年ですね。 そこで、えー、と次お願いしますはいえとこのセミナーは山井会長があのスノーピークさんのお話を、えー、3時間くらいあのお話しなさって、うんえー、その後に我々が、えーまあ、経営者ですので 自分たちでいろいろ自社の今度、スノーピークさんのお話を聞いて、自分たちでいろんなことを経営計画を書こうということで書いたその場でございます。そでですということで、非常に僕にとっても、この6年前のこのセミナー、講座がですね、すごく当社が変わる、変化する、すごくきっかけを作ってくださったのがこちらでございまして、その時に山井会長がこういうことをおっしゃったんですね。はい、地方で B2C をターゲットにしていて、ハイエンドの上場企業はないというふうに山井会長がおっしゃってました。まあ、ないとまで、えー、明確におっしゃってたかどうかちょっと記憶にはないんですが。<laughs> 公演の中で、<laughs> 3時間の中で会長。そ3時間の公演の中で、とにかくやっぱああ地方、B2C、ハイエンド、ああ上場企業という、ああこの4つのキーワードはすごく僕は、まあ強烈に 覚えておりまして、はい、そこで僕はもう本当にまさしくこうノックアウトがされたというか、はい、そんなような感じでございます。で、あの、やっぱよくよく考えると、まあ私、長野県の出身なんですけども、はい、長野県には上場会社が38社あるんですね。で、38社のかなりの大半が、いわゆる製造業の企業さん、多分新潟県も製造業の企業さんで上場会社さん多いと思いますが、うん、そうですね。はい、製造業の企業さんなので、 いわゆる B2C じゃなくて B2B ですよね。それからまあ我々は住宅業界にいますので住宅会社ですけども住宅会社でハイエンドというとえ住友林業さんだとか積水ハウスさんというようなそんなようなまあいわゆる大手のハウスメーカーさんであのどちらかというと我々のような地方の住宅会社はローエンドというかローコストというか <laughs> そういう戦略を取ってる住宅会社が地方の住宅会社はすごく多いのでえそういう意味でもこのハイエンドではないということでそういうところを考えると地方で B2B は多いですし地方でローコストっていうのはすごく確かに世の中いっぱいあるんだろうけども地方で B2C しかもハイエンドさらに上場というのは確かにないなと で、しかも私ども、まだ当然上場してませんが、私どもも実はこの地方で、しかも B2C の住宅をやっていて、まあ、どちらかというとこう、ハイエンドというような商品を扱っているので、そういうような、その、この、なんていうか、区分けの仕方というか、この、分類の仕方を、あの、教えていただいたのは初めてで、これだというふうに、僕はその時に、えー、思いまして、 でその中になおかつないのがまだ上場というのはないので、よし、上場しようということで、<laughs> えー、安易にですね、えー、上場というふうにこの後出てくるんですけども <laughs>、えー、紙に書いたのがこのセミナーでございました。<次>非常に鮮烈でした。<laughs> で、実際にあの経営計画を書かれたと。そうですね。ねはい、次行っていいですか、はい、はい。これが,これがあのその時に,時に書いたものです。 で、ここに、え、です真北の方角に進み続けるための分析シートというとこがありましたこれを書く、書け、それぞれ書きなさいというようなお題が与えられて、えー、山井会長のお話を聞いた後、僕の本でも、あるいは参加の皆さんみんな書いたんですね。で、この真北の方角に進み続けるための分析シートっていう、このシートが僕にとっては今本当に宝物です。 でこの時にすごく先ほどの地方 B2C ハイエンド上場企業ということをすごく僕は鮮烈にあの思ったので、えー、まず僕の方でも目指すべき真北の方角ということでは、えー、上場しそして社員が自信を持ってそしてあのすごくスノーピークさんの企業理念も僕はすごくあの共感をいたしまして、はい、当社の企業理念もここで変えなきゃいけないなということをすごく感じたんですけども そういうふうに自分の会社をこういうふうに、マキタの方角はこうなんだということを明確にいたしました。でさらにその時にマキタに向かう、進むためのものということが書いてあって、ここで青い、えー、アンダーラインが引いてありますけども、はい、この時に、えー、やっぱりハイエンドだということであるので、やっぱりその中では、やっぱりうちまだその時は出てなかった軽井沢に出ようということを、えー、決めましたし、 そして、長野市で単独天井を作ろうというふうにしてたところであったんですけども、ぜひスノーピークさんのこの野遊びというようなことをですね、えー、具体的化、具体化したものをぜひ作っていこうということで、この本当に6年前のまあセミナーがまあ当社を大きく変えたというふうにえ思っております。なるほどですね。もう、あの、そのハイエンドでやっていくってことを可視化するためにこの3つの場所を作ったと。 そうですね。いできたのが、この3つの、はい、そうです。はい、それであの、まあ、スノーピークさんの経営講座きっかけで、えー、実行したことがこれから申し上げるところで、まずは拠点開発ということでは、えー、若里のモデルハウスを作って、そして軽井沢をオープンして、そして本社をオープンしたと、この本社については後で申し上げます。ちなみにここで2016年のこのモデルハウスを作ったところで、吉野が。 登場すするわけですかそうですね。あの、<laughs> 後ほど、あの、そのピークのところで、アーバンアウトドアってうそういう住宅関連の事業をやってるんですけれども、ちょうどそのタイミングを拡大していこうというタイミングと、今回のお話の流れがぴったりあって、この一番左にあるモデラウスを作るところから、我々の方でお手伝いさせていただいて。ここでこう一緒にお仕事するす、ね、そうですね。はい。はい、ありがとうございます。次いきます。さらに、えっ、ー、と、そのピークさんは、まあ、ああの、 えーまあ、先ほどのような地方という、そういうキーワードもございましたけども、地方の企業でありながらも、まあ、全国区の,の賞をたくさん受賞されていました。えーまあえー、ですから、地方の企業でこの全国区の賞を受賞するってことについては、僕も今まではそういうような感じの、えー、ビジョンということは描けてなかったんですが、地方企業でもやっぱりそういうふうになさっているところがあるんであれば、 よし、うちもやってやろうということで、えー、そういったものにチャレンジしたのがその時からです、えー。グッドデザイン賞なんかはその前の年くらいからは取ってはいましたけども、えー、ここはちゃんと大事だということで、えー、受賞をあの7年連,連続いたしましたし、それから、えー、お会いした翌年にですね、えー、サービス大賞というものがあのその第1回目がございまして、その時に地方創生大臣賞を受賞させていただいたり、 それから働きがいのある会社というようなせあのものがあって、それに5年連続あのベストカンパニーになったりとか、それからあのスノーピークさんもあの日経ニューオフィス賞をお取りになってましたけども、昨年あの当社の新本社が日経ニューオフィス賞になったということで、うん、やっぱり地方の企業でもそういう全国化の賞を、えー、取ってい,いらっしゃるんだと、あるいは取っていくんだということを明確に僕の中でも えー、決意ができたのが、その6年前でございます。すねはい、いいつ見ていますかこれがあの拠点開発であの、スノーピークさんのショップを、えー、併設したあの単独の展示場です。えー、スノーピークさんがこの後お話があります、アーバンアウトドアのショップインショップということで、当社はあの全国で45店ということであのオープンさせていただきました。 山井会長のお話の中に、積、えー、水ハイムさんとやっぱりそんなようなビジネスをなさってるという話をお聞きして、僕はその話を聞いた後、山井会長にお手紙を差し上げて、<laughs> ぜひ、あの、その件を具体的に進めさせていただきたいということで、あの、お手紙をさせていただいて、そしてご面談、また別の日にまたさせていただいたんですね。そうしましたら、もうこのショップインショップ、アバウントドアのお話が、あの、 えー、吉野さんの方でおすすめになられていたようでだったらこういうものを一緒にやらないかということでお支えいただいて、うん、こういう形でオープンいたしました次の写真が私ども、うん、ドマサロンというものがあって、ね、さらにその前にウッドデッキがあるので、うん、非常にこのスノーピークさんの商品とは親和性の高い、うん、そういう家づくりをやっているのですごくこれは評判になりましたしそして次の写真が えー、これがあのスイノーピークさんのショップということで、きょうもあの担当者が来ておりますけれども、たくさん新商品を、えー、何億くらい、注文をしていたようでございます <laughs> あう。ありがとうございます。はい、ますちょっとここで補足すると、ここはすごい面白いことが実は起きてまして、先ほどの,あのフォレストコーポレーションさんの直営の独立した展示場の横に、まあ、離れでこのお店を、われわれのお店を運営していただいてるんですね。 そこでいくと、まあ、スノーピーク、今、55万人ぐらいお客さんがいるんですけど、ね、やっぱりキャンプありきで入ってきたお客さんがやっぱり多いと、でも我々は先ほど93、93%の非キャンパーの人たちにもっとスノーピークを知っていただきたいとか、自然との楽しさを知ってもらいたいというところでいくと、我々、今までアウトドアショップにばっかりお店出したんですけど、もっともっと違うところをきっかけに展開していくべきかなと。というところで、この直営の展示場。 インテリアとか住宅とかに興味ある方たちが横にお店を出さすあの、運営していただき、そこに入ってきた人たちがスノーピックを知ってもらうとか、逆もそうですね。素晴らしいかっこいい直営の天井なんで、先にお家ありきで入ってきた人が、そのデッキにスノーピックのかっこいいステーブルが置いてあるから、何ですかこれっていうような、これが多分科学反応を起こすような今回の異業種としての取り組みの一つかなっていうふうに思ってます。この若里が確か、はい、あの、 オープンしたら、あのはい、すごく多分スノーピークさんの中でもわと、えー、いい事例になったようで、あの確か、スノーピークさんの今度、モデルさんを、えー、派遣していただいて、ここでプロのカメラマンさん, <laughs> 撮んで、ね、撮影して、その時にいただいた写真が今の当社のここの展示用の, <laughs> あの表紙を飾ってますけども、あそうです本当にありがとうございます。あ これが軽井沢ですね。そうですね。はい。それで、やっぱりハイエンドということで、えー、ね、まあ、軽井沢に出なきゃいけないということを、まあ、決意をして出たのが、えー、2年ほど前であります。はい。これが内装の写真です。はい。はい、で,で、はい、次お願いします。で、軽井沢は、あの、まあ、いわゆる別荘のモデルハウスと、それから当社の軽井沢支店という、まあ、オフィス棟もあるんですけども、 そのオフィス棟と、えー、別塔とをこう合わせてですね、サードオフィスというようなあの、うん、名前で新しい、まあ、商品開発をいたしました。ここにサードオフィス、行き来して行き行きというふうに書いてありますけども、まあ、どういうことかというと、えー、ちょっとこの左下の方に模式図がありますが、まあ、今、あの都会の企業さんでは、まあ、こういうコロナ禍になって、えー、在宅勤務ということで、 え進めていいらっしゃいますですから、えー、渋谷とか、えー、六本木とかのオフィスが、えー、すごい家賃なんだけども今ガラガラというようなそんなような状態にあるようであります。でまあ,あのそれはまた今度の新しい働き方なのでこれはこれであのいいんだと思いますけども、まあ、でもやっぱり在宅勤務で1人で働くっていうことについて言うとやっぱりこのみんなでこう会うまあ今日もねあの えー、リサ社長のお話にもありましたけどもやっぱりこのあ会うあるいはこの自然の中で会うということについての,この価値観というかあのここがすごくまた見,見直されてるという話がありましたけどもやっぱりそういう意味で言うとリアルに会うということもすごくやっぱり大事で、はい、ぜひこのリア,ルでリアルで会うのをこの軽井沢のサードオフィスでされませんかということですですから都内の在宅勤務では日頃お仕事をされて まあ、たまにチーム単位で集う時は軽井沢に東京から60分の新幹線で行って、まあ、軽井沢のまさしく大自線の中で非日常の空間の中でリアルであって、えー、ミーティングしたりふ、うんまあ、普段とは違うようなあのものをお話をして新しいイノベーションを起こしていこうということで開発したもので、うんまあ、ぜひ社員満足あるいは顧客の開拓そして 経営者も別荘という、そういう3つの概念をですね持ったそういうような商品として作ってみました実際にこちらの、ちょっと戻りますけど、オフィス、展示場で僕らね、泊まらせていただいて、研修したんですよね、ドンジャン騒ぎさせていただいて、すいませんでした、でもそのねその合宿がかなりまた、そうです今、両者の中でのいろんな次の展開にまた最後、結びついております。はい 実際に体験したっていう話でですすねね、はい、本社の方です、ねはい、これがあの去年あの、日経ニューオフィス賞にあのなったんですけども、実はそのピークさんは2012年ですから、今から9年前に、この日経ニューオフィス賞の、しかも一番トップの,あの経済産業大臣賞を受賞なさっていて、それも山井会長のお話の中で出ていて、えーまあ、地方の企業で、この日経ニューフス、ほとんど まあこれ毎年毎年そうなんですけど、大体まあ都会のすごいあの大企業さん、あるいはすごく高層のビルの企業さんが受賞されている賞でありますけども、地方の企業で取ってらっしゃるところって本当に少ないんですね。それを僕もこの6年前に山井会長のお話聞いて、あるいはヘッドコーターを拝見させていただいて、あ地方の企業でもこういう賞が取れるんだということで、すごく僕はびっくりして、 よし、じゃあ、うちも、いずれ、あの、本社を建てるときは、あの、建て替えるときは、え、それを目指していきたいなと、そのときは全くぼんやりとしか思ってはなかったんですが、まあ、いよいよ、この、これ、あの、新本社を建て替えるっていうときになって、よし、これを目指してやろうということで、設計の先生にもお話しして、え、ぜひ、オフィス賞を取るんだよ、と。 ととと取りたいからお願いしますよってことをお願いしながら取ってそして去年やっぱりあのこういう形で選考されたことで新しいですね。有権実行ですね。行かせていただきましたけど、なも外ももちろんあの素敵ですけど中もこんような質感がね、最高ですよね。石畳ととマト。ちょうどね去年のマいですね。はい、とマトですね。ここあれですよねモニターなところですね。はい。はい。 まあここまでがフォレストコー・ポリションの取り組みだったりとか、まあ、出会いのところをお話しさせていただきましたけどもあの簡単に、えー、とスノーピークの,じゃああのさっきからワード出てきたアーバン・アウトドアというところをあの吉野の方から説明させていただきたいなと思います、はい、じゃ少しちょっとアーバン・アウトドアというスノーピークがやっているこう飲食銃という部分の銃の部分をお話しさせていただきたいなと思っています。今日はあ,のこうあちらの会場にも、ね、銃という あの、ちょっとお金かけすぎちゃったって、会長にずっと言われ続けてるんですけれども、<laughs> あの。<laughs> だけやたらね、なんか、あの、失礼がいいですね, <laughs> そうですね。<laughs> はい。<laughs> で、まあ、その十スノーピーク、アーバンオートドア。まあ、アーバンってまさにこう、都会的というか、えそういったところとアウトドアっていうところを、えー、掛け合わせた言葉を作っています。はい、次お願いします。で、えっ、ー、と、アーバンオートドアっていうのは、まあ、まさにあの、都会に住みながらも、より自然を身近に感じながら、まあ、癒しだったりとか、人間性の回復につながっていくようなこと。 というのをもっともっと推進していきたいなという思いで作った言葉です。でそこにある今、ショッピンショップという、まあ、それを小売りという、えー、視点で見ていったときに、その販売ネットワークを、まあ、広げていきたいなというのがあります。次、お願いします。はい、えーと、こちらですね、左の方が、まあ、通常のアウトドアのお店、我々今、全国に大体180店舗ぐらい、我々の直系店だったりとか、卸のお店だったりとか、えー、アウトドアの専門店みたいなところがございます。ただ、先ほどちょっとお話ししたように、 えー、そこだけじゃなく、もっと違うところの切り口にして、えー、スノーピークの考え、思想、商品を手に取っていただきたいなという思いから、えー、スノーピークアーバンアートダっていうロゴを作り、野遊びできる家、野、うん、遊びできる暮らし方、みたいなところで、えー、コンセプトを立て、そこで今全国ですね、次のページ見ていただくと、14店舗、全国北海道から九州まで、地域密着でやられている工務店とか、デベロッパーとか、 えー、そういった会社さんとです、ねえー、パートナー契約を結び我々の、えー、お店をおそちらで運営していただくでかつです、ね、そこにスノーピークマイスターという形で、えー、今日今日も展示会にたくさんの,そのマイスターの方たち来ていただいているんですけれどもその方たちにまさにここでキャンプをしながら研修をし来年出る新商品を見ていただきそれで、えー、アウトドアに精通していただきかつ、でもその人たちはインテリアコーディネーターだったりとか建築士だったりとか設計だったりとか家のプロフェッションです。 その人たちをアウトドアパーソンにしていくことによって、スノーピークの、そういうノワセビの提案できるようなコンシェルズを全国に増やしていくと。そんな取り組みを今やってます。うん、はい。はい。 その中でですね、もう一つちょっと違った取り組みとして、店舗っていう小売えー、ものを売るだけじゃなくてですね、その面で、えー、そのコミュニティを作っていくような、こういう街づくりですね。これ、新潟県のここから海の方にこういった方にある、えー、岩室温泉の近くにあるノキロの森というところ、これ、あの、スノーピークの方と地元のデベロッパーさんと一緒になって今6000坪のですね、土地を、来年の秋に、え、工するような形で、これは建物だけじゃなくてですね、その、遊休地の使い方だったりとか、そんなようなところも我々が 監修させていただいてます。これ、十分スのとこに詳しく。そうですね。十分スのとこに模型とか、はい、実際のプロジェクトの概要がありますので、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、えっ、ー、と、こちらはですね。今度、また、ちょっと対局にある。えっ、ー、と、今度は都心ですね。まさに、今、オリンピックの選手村があるような豊洲の目の前の晴海ですね。晴海のところにですね。えっ、ー、と、五年前に建て。あの、三井不動産、レジデンシャルさんが建てた、49十階建ての、お、うん、晴海のパークタワーっていう。 マンンションがごで、そこをですね、最初に、えー、とこれ、オリエンタルランドさん、全ディズニーランドというか、外交を全部監修し、そこでのノ遊びビの暮らし方っていうところを、スノーピークが監修させていただき、ここはですね、この真ん中にある焚き火をしているところ、あの奥にですね、もう豊洲目の前なんですけど、そこでキャンプができる、キャンプ場があるんですね。住民専用のキャンプサイドがあると。まあ、歩いて銀座まで行けちゃう距離ですけれども、そういうところのキャンプサイトがあったり焚き火ができたりとか。 ですね。あと、下の方は、こういった、右下の方にある写真は、あれ、理事会室です。オーナーズリビングっていう形で、理事会のところも、まあ、外で、え住民サービスを住民素材が考えるみたいな感覚で、人工芝があって、我々のヘッドコーターズのオフィスみたいな感じに光が入って、最高が入って、そんなところで住民サービスを住民素材考えた方がより、えいいアイデアが出るんじゃないかっていうところをやったりとか、あと、室内もですね、こういった怖がりになっているようなストレージが入ってたりとか、こんなようなところを我々監修させていただきました。うん はいいありがとうございます、はいえっと、ホレスさんもあのとの取り組みによって多分あの、スノーピークがあの進化した部分もたくさんあって今、このようなあ広がりを見せているのかなという,ふうに思ってますけども、まあ、お二人に聞いてみたいんですけど、えっと、自然と、まあ、今までの、えー、と過去の事例をお話してきましたけどもお二人が考える、まあ、自然と共生住まいっていうのはどんなイメージだったりするんですか吉野さん 今、このタイトルが入っている後ろの画像がです、ね、実はうちの社員、スタッフのここから車で20分ぐらい行ったところに、ね、あるスタッフのえ自宅の、えーうん、縁側なんですけれども。そうまさに あの、ま、ここは本当三条っていうところですけども、こういう生活かななんかこう、曖昧なところ、外と中の曖昧な空間、我々それは半外空間って呼んでるんですけれども、なんかこういった空間で寝たりとか、食べたりとか、そんなことをするだけで、何も山奥の森の中に入ってキャンプしなくても、十分、ま、ここで、そういった自然と一緒に囲まれながら食事をしたらやっぱ美味しいよねとか、なんかそういう、やっぱ、なんだろう、時間の使い方をどこで過ごすか。 と,いうところを非日常的なところに入れてみるっていうそこがポイントかなと自分は思います。うんうんうん、小田社長に聞いていいてですか、はいえー、と今吉野さんがあの「曖昧空間」というふうにおっしゃってますがあの曖,昧空曖昧っていうとこうなんかあんまり言葉はそんなに <laughs> いいふうに聞こえないんですけどもでもすごくその曖昧がやっぱりすごく大事なんだなというふうに思ってましてあの当社もその曖昧空間はですね えもう昔からあのそのような家づくりをやっていてまあ我々はこの土間サロンと呼んでるんですけどもあのちょうどリビングとお庭のちょうど中間の曖昧な空間まあ外でもあり中でもあるというそういう空間をえご提案をしてます今までに当社が1300棟くらい建てているうちの多分7割くらいはこの土間サロンを導入されているので もうあの長野県内は土間サロンなるお家がかなりたくさんあるんですね。うん、それであのまあ,あの本当に中と外をつなぐあるいはまた信州もそして新潟もそうだと思いますけども外には、えー、庭がありあるいは畑とか田んぼがあり、うん、さらに向こう側にはアルプスが見えるというような、うん、そういうような、あのー、住環境じゃないですか。 まあ東京とかだと目の前にはもう3階建て4階建てのビルがあるっていうことでいわゆる都会の住宅っていうとこの外の空間外の環境をいかに中に入れないかというふうに考える家づくりなんですけどもやっぱり我々あのこの長野新潟とかでやってる家づくりっていうのは外の環境をうまくこう取り入れる家づくりっていうのはできると思うんで。 やっぱそれがすごくこのまさしく曖昧空間があることによって、うんえー、できるというふうに思っていまして、まあ、ぜひあのこの土間サロンのある家を、えー、どん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 作っていきたいなというふうに思っています。すね、まこれもそうですね。これ下が土が、土なんですかこれ,これは、ね、叩きですか叩きです。うん、いいですね。光の具合と。リビングからつなげるとこんな感じで。そうですね。うん、これそのピークのテーブルですね。そう,すそうです、そうです、ね。はい まあこういう形であのペットを土間サロンで飼っているあのお客様もすごく多くてオフィスですかね。これはあの当社の新本社ですけどもあの新本社にも土間が3つあってえまあみんながこんな形でまあこの間も あのー、あるうんまあ新しいアイデアを出そうというそういうミーティングがあるときには大体この外のこのようなドマあるいはテラスでですねあのみんなでテーブルを囲んで、えー、話をしてましたうちに近いですねそうですねこれはもうでも待ってよりも空間ですよね <laughs> もうかなり広い、ね、はい <laughs> すごいでさらにこれがカリーザのドマでカリーザにもドマが三つあるんですけどそのうちの一つで こちらの土間バーですね。石で囲まれたちょっとこう、まあここはどっちかというと曖昧というよりも、外と中をつなぐというよりもこう、こう、こもるような感じのサロン的な、ええ。そんな感じですね。はい、ここはあのレコードプレイヤーなんかあって、そうですね。<laughs> す,ねはい、すごい素敵な場所ですじあの。実際に行ってみてあと良いかと思います。はい、ありがとうございます。 えともう本当になんかさっきの,あの外,であ外じゃないですけど土間で、えー、とここで働いている姿とか僕らでいうとこれはテントになって昨日まで社員総会だったんですけども社員総会もこの場でやったりとか、えー、と外でみんなで今一緒にあるタープであのミーティングをしてそこで話した内容をここで発表したりみたいなことをずっとやってたんですけど本当にあの文,化が文化というか思想ですかね似てる。 まあ、企業同士が、まあ、偶然にも出会えて、今いろんなことをやれてると思うんですけど。まあ、何でしょう、えっと、こう吉野さんに話してもらうの。いや、ここは、みんなで話して。はい。まあ、なんか、あの、こう、同じ思想を持つ企業同士の価値創造っていう意味では、すごくいい事例が、あの、生まれている。2社なのかなと思いますけど。具体的に。 そうですね。あの、ここをちょっと、あの、今ここに図式にある、フ、え、ォ、ー、レストコープレッションさんとスノーピークの先ほどの出会いの行きもそうだし、えー、まあ、住宅業界と、まあ、こういったアウトドアの業界の会社が今、今、こう、化学反応を起こし始めて、今実はいろんなことが起き始めてるんですね。あのー、今日、ここにいる、えっ、ー、と、青柳さんは人材、 本部という形で、まあ、人材育成だったり教育だったりとかをやってるセクションにいるんですけど今そこで何か面白いことをそうですねあの僕は、えっと、吉野に誘われてすごいいい本社があるからっていうことで、えっと、今年の 1>, 1月かな1月ぐらいにあの先ほどの稲の本社と軽井沢の展示場にお邪魔したんですけどその時にあの先ほどちょっと事例出てきたグレートプレス・トワークの,あの話を聞いてあすごくいいなと思って、まあ、そういったところからなんか一緒に、あのーまあ、例えば新人研修の場を一緒に作ったりとかできないかなみたいなことを話して今実際に、えー、と今年の新卒入社の子たちの交流の場を想像して秋ぐらいに実施したい。 したいいなという,ふうに思ってます、まあ、これ本当にあの例えばうちでうちの,あの、まあ、さっきのミッションって話もありましたけど、えー、とミッションとか顧客っていうところの、えー、価値創造っていうところでうちはまあ一緒にキャンプをしてそこに体験価値を皆さんにと共有して顧客を作るっていうスタイルですし堀さんは戦国ツアーっていう、ね、あのツアーをやられていてちょっと戦国ツアー簡単に。 っってはいすまあの当社の家づくりはまず先に <laughs> まず何をやるかというと、えー、信州の山に入って自分の家の柱になる木を選んで木を伐採するところから始まります、うんねえー、潜北ツアーと読んでますけどもあの実際に、えー、うちの本社のあるあの稲の方の山に、えーえー、土曜日にお越しいただいて、えーまあ、大体月に2回ぐらいそのようなツアーがありますけども えー、そこでお客さんが山師さんと一緒に山に入って、うんえー、木を切るというようなことを始めてあのやってますもうすでにそういったような取り組みが毎年やってもう78年ぐらいになりますので、えー、かなりの皆様が山に入ってということです、うん、ですからそこでやっぱりこの思いをあるいは家づくりの思いっていうものの物語をですね<え>まさしく山に入ったところから 体験ね、物語ができていてそんなような家づくりを行ってもう本当にそういう体験の場を作るってところで一緒,なの,一緒の,あの価値観をお持ちだなと思っているので、まあ、新卒のところで、えー、と一緒の研修をするとなおあの相乗効果でいい研修ができるんじゃないかなと思って、うん、今そういった取り組みもやってますはいありがとうございます <laughs> あの私もそういうことでスノーピークさんとはこのアーバンアウトドアということでスノーピークさんの商品を、えー、納入させていただいて えー、販売するという、そういう、まあ、一つのこの線というか、そういったところからスタートさせていただきましたけども、あの、それが、まあ、徐々に、えー、もう少し、それが複数の線になって、あるいはそれがこう、面になってという、そんな形が今、なんとなく、えー、できつつあるのかなという形ですごく僕も、あの、嬉しく、あの、思っております。えー、ここの拠点の開発っていうところで言うと、まあ、ぜひ、あの、スノーピークさんに、 長野県、まあ、特にまだ軽井沢の拠点が終わりではないようなので<そう> <laughs> ぜひあの、はい、そういったところにです、ね、拠点開発をお手伝いさせていただきたいなというふうに思いもありますしそれから野遊びのある暮らしっていうのもさらにもっともっとなんかいろんなことをお互いに意見出し合ってさらに、まあ、今日の新商品だけじゃなくてもっとなんかすごいものをです、ね、お互いになんかあの作り出したらいいなというふうに思ってますし。 そして今社員あの研修ができるということであの非常にやっぱりこのスノーピークさんに私どももう認めていただいてすごくうれしく思いますしあるいはまたぜひこうやってご一緒させていただいたからだからこそです、ね、ぜひあのスノーピークさんにご提供できるような価値がどん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 私どもからもあの発信できたらいいなというふうに思ってまして、えー、ぜひあのすごく楽しみにしています。はい、ですから本当に、はい、多分、 ここの会場の皆さんも私もと同じように一つのこの線であのスノーピークさんとつながってらっしゃる企業さんがすごく多いんじゃないかと思うんですけどもぜひその一つの線じゃなくて複数の線あるいはこう面,<然>面となってですね、はい、本当にまあ企業体企業のあのこういうお付き合いに、うん、えこのどん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 消化していくとですねすごく えー、いろんなことがあのお互いにまあそれは私もにとっては当然すごく当たり前でありすごくいいことでありますけれどももしかしたらそれは我々がまたスノーピックさんにさらに価値をですねご提供できる場もあるんじゃないかなと思ってあの頑張っていきたいと思ってますはいえっ、はい、とうございます吉野さんうん、うん、そうですね僕もあのはい次のテーマ行あ行きますか <laughs> 最後のテーマ、はい、最後のテーマですね業種同士の協業の可能性住環境をどう変えてきて 期待か、うん、そうです、ね、ちょっとじゃあここ僕の方からちょっとお話しさせていただくとあのあのなんだ住環境ももちろんそうなんですけど僕自身が今スノーピークの未来開発本部というところで、まあ、かなり大きい 本部で未来を開発することは何でものづくり、体験づくり、ちなみにこのライフエキスポも吉野部長が今回、この全体のライフエキスポとか展示、この企画も、まあ、先ほどね、あの社長の方からありましたけど、約1年ぐらい前から構想社長の方と、いろいろ企て始め、え今日を迎えたっていうところで、はい、あのやってるんです、まあとにかく、物事をどんどん生み出していくっていうところの部署を僕が今やってるんですけれども、あのスノーピークってキャンプ用品高いね、高いねってよく聞くんですね。でもこれって あの、まあ、高いっておおおと思われてしまうんですけれども、あの、スノーピークは全てが市場創造型の会社でなければいけないかなと思ってて、ものに対してもことに対しても。なので、先人を切ってやっていく、市場がないところ、カテゴリーがないものをやっていくのが僕はスノーピークのものづくりの DNA だなと思ってまして、じゃあ、住環境っていうところで考えたときに、我々は住宅メーカーでもないし、その業界に今いませんけれども、そういう会社だからこそ住環境をもっともっと尖ったものにしていきたいと。 まあ屋根があって、壁があって、床があって、基礎があってみたいな。まあ、LDK っていうね言葉ありますけれども、もっともっとそこに造語的なこと、あ人がここで寝たら気持ちいいんじゃないっていうデッキとか庭を作ってもいいと思うし、屋上を作ってもいいと思うし、え今日あの中の室内に、つぐか、ライフビオトープとか、あれも今僕の方でプロジェクスを進めてるんですが、あれもつぐかっていう造語、今日皆さん初めて聞いたと思うんですけども、僕は3年後、5年後、つぐかっていろんな業界で言うぐらい定番的な言葉、 にしたいなって思うぐらい、多分そういうパッションが、この住環境を変えられるかどうかってなってると思うんで、僕らはだから住環境に入るつもりは多分ないです。でも、入んないからこそできる尖ったやり方が多分変えていける思いなのかなと思ってて、なんかギリギリのところ、これテントなのかな、家なのかなとか、まあ法令、条例とかいろいろあると思うんで、そこはね、いろいろあると思うんですけども、なんかその辺を常に攻め続けていきたいなというように、僕は、まあ教、教護、医療同士の教育業だとそういうふうに 待ってます。うん、小田社長どうですか。あのぜひ住環境には入らないでくださいませ。<laughs> あの軽井沢の拠点は一緒に作りましょう。ウッドショックで今苦労してますから。ぜひ,ぜひ,ぜひあの私も住宅業界には。住宅業界でお任せくださいま。あの先ほど山井社長のお話の中にも。最後には。働くっていうのと遊ぶっていう。どう、はい、どう言うっておっしゃいましたけ、ね、ど。あのまあぜひ住宅の分野も一緒に。 いろんな新しいこの住まい方っていうことをぜひ開発させていただきたいと思いますけども働く先ほど、まあ、当社の軽井沢のサードオフィスなんかもそうだしやっぱり都会の皆さんが、うんえー、都会で働いていらっしゃってやっぱりこういうところでまた働くということの楽しみ喜びっていうのはすごくあ,のあるんだと思うので、まあ、ぜひあのなんか働くということについてもあのぜひあのご一緒にいろいろあの新しい価値を 一緒に埋めてあたらいいなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。もうお時間のようで、青山さんは異業種同士で人材に関して何かあるんですか。帰っていきたいこと。急にふぶふぶふ込んできましたね。<laughs> <laughs> あのそうですね。やっぱりあのまあ新入社員、えー、まあそれは中途でしょう中途だろうがあの大学から来た子たちだろうが、えっ、ー、とやっぱりこの スノーピークっていう会社に入るってなるとやっぱりそこにこう何でしょうねアウトドアメーカーでもあるしそのやっぱ業種とかいろいろ考えた時に視野が狭くなったりとかする場面っていうのは検証、まあ、してて多々あると思っていて最初からその視野は狭くしたくないなっていうのは僕の中で思いがありますなので今回ホレストさんとの検証をすることで視野を広げることができるんじゃないかなと思ってますしたくさんの企業さんと、まあ、そういったことができたらいいのかなというふうに思ってます。 こんな感じでよろしいですか、はい、はい、ありがとうございます。ます私たちありがとうございます。話し足りないことはないですあと一点だけ。<あ>今日皆さん,ん、ね、あの、はい、夜六時から八時までここで焚き火をやります。でまさにそここそオープンイノベーション的なところ、いろんな業種の人たちが集まって焚き火を囲みながら、えー、お話しをできる機会を今日設けてますので、えー、ぜひお時間の方はそこの焚き火、えー、夕方の六時から、うん、夜の八時まで二時間ですけれども あのちょっと、まあ、コロナの件もあるので、いろいろあの制約はありますけれども、あのぜひいろんな業種の方たち、たくさん来てますので、えー、コミュニケーションをとって、こんなきっかけを作っていただければなと思います、はい今日の場をまたあの新たな、えー、協業の可能性につなげていきたいなと思っていますの、ね、で、どうぞよろしくお願いいたします。私は